10年後の私にタイムカプセル、今日はですね、ここのお風呂の扉、お風呂の扉の閉める瞬間がめちゃくちゃ硬いについての動画となります。どういうことかというとですね、このお風呂のこの折りたたみの扉ありますが、我が家のこの扉ですね、こうやって閉めた時に硬いんですね、これね。ものすごく硬くて、ワンタッチで閉まらなくて、軽く閉まらなくて、ガツンってなんかここに当たるの、当たってガンと閉まるとね、カチっていう感じじゃないんですよ、ガンっていう感じ。おかげでね、これを開けたり閉めたりするとこのように家中のガラス戸がビリビリビリと振動するわけですね。決して気密のいい家ではないんですけど、そのぐらいこの扉を開け閉めした時の振動ね、これが激しく家中に、伝わると。ということで、この扉の開け閉めを軽くできないかなというね、そういう取り組みの動画になります。まず何をするかというとですね、ここの内側になりますが、後ろのここ、後ろのこれね、これが要するにカチャッと当たって上にこうやって引っ込んでロックするということは、これの上がり下がりがね、非常に悪いということなので、ここにネジが2つついてるので、これを外して掃除してみたら音が静かになるんじゃないかなということで考えました。それではここ取り外しをしてみましょう。まずここをね、外してみますね。よし、硬いね。あ、なんかネジ山行ってしまいそう。硬いね。ネジ山を舐めないように。あ、よし、終わりました。あったよし、さあ、ここの上下するコロンですね、どんなものが出てきますか、お楽しみ。じゃん、おお、なんか塊が出てきた。こういうものですね。これがこういうもので、バネがついてるだけだね。で、こうなるだけなんだ。決して硬くはないんだけど、どっか引っかかるのかな。硬い時と柔らかい時がある。だからこれを掃除してくっつける。ただそれだけですね。心がない状態で閉めると簡単に閉まるというか、閉まったら今度はロックが効かないから開いちゃうんだな。パカッと。そういうことだ。心を取った状態で扉を閉めれば、ほら、家中には響かない。どこをどう掃除すればいいのかなって分からんぐらい作りは単純。ああ、このワッシャーね、これを取れば抜けるか。ここの丸いピンね、こういう細いやつでここ引っ張ればいいのかな。少しずつ力をこうやってかけていけば、意外と簡単に取れるね。
簡単に取れた。で、これを真下に抜くと。バラセルで言ったらもうこれだけですわ。で、あそこお風呂場なんでね、このシャフトにクレ556を吹くとか、シリコンスプレーを吹くとかね、そういうことできないんで、シャフトをとにかくきれいに拭いて、とりあえずきれいきれいにしよう。やっぱりね、水使う場所なんで、カルキかな、カルキが固まって真っ白くなってますね。コロ自体はコロコロと非常にスムーズに回るね。あとこの中にホコリが多少はあるぐらいで、擦れる部分といえば、擦れる部分といえばここか、ここにスライドする跡がついてるから、あ、ここをきれいにしたけばいいな。ここスライドがしやすいようにツルツルにしておけばいいんだ。こうだよな。うん、擦れる部分がきれいになっておけばスムーズに、より一層スムーズに動くはずだ。こちらのローラーとケース、このケースの周りについているカルキが固まったカルシウム、カルシウムかな、白っぽいね、ゴミ取りました。このぐらいあります。結構あるんだよね、うん、このぐらい取ったんで、今から組んで、このスライドのスムーズさ加減、これをちょっと見てみましょう。組み立てをしてみたいと思います。まずこのローラーのシャフトにスプリングを通す。で、スプリングをつけたままこのボディにセット。えい。セットしますと。で、セットしてグッと押したら、このシャフトが出ているところの先端の溝、ここにこのスプリング入れていくと。えい。えい。入った。入った。手で入った、手で入った。これで大丈夫だよね。大丈夫ですよね。はい。で、この上下運動がスムーズに行われるのを確認して、今から取り付けをこの2つのネジでしてみたいと思います。よし、じゃあこちらにね、取り付けをしてみたいと思います。取り付ける場所はね、ここね、ここの穴ですね。ここの穴に向かって、このローラーのセット、これをただはめるだけであります。あとはドライバーで締めていけば OK ですね。よいしょ、はい、これでギュッて締める。これでギュッと締める。はい、 OK、 動きますね。これを締めて、全然硬くない、いいじゃない。カチャって、おで締まったら、ここで引っかかるから扉がこっちに来ない。あ、おお、いいじゃない、いけたわ、軽くなりました。こっち側からも締めてみよう。どう？お、押してみよう。軽く開きます。そして締まるときも、昔みたいにガッチャンっていう感じじゃなくて、コン。お、実に簡単に締まる。これですよ、これ。ということで今回はこのお風呂の扉ね、これの、開け閉めが、最後の締まるとこが硬かったっていうのを、下のコロを取って水垢を取ることによってむちゃくちゃ軽くなったと。ああね、油が濡れない場所やけど、やっぱりお風呂場っていうのは
水がいつもかかってるから水道水の中に残っている塩素、あれが白っぽく、カルキがね白っぽくカルシウムみたいになって石になって固まってる、あの石になって固まってる白いやつを取っただけでこんなに軽くなるということが発見でした。この年になっていい発見できましたよ本当。おお、いいねいいねいいね、軽いよ。はい、10年後の私にですね、少しでもいい状態でこの家を渡すためにこうやって日夜頑張っている姿を記録している今日この頃でございますが、本日の動画はこの辺をもちまして終了となります。次回の動画をお楽しみに。それではバイバーイ。